どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、皆さんシリーズになっております、G オーダー、つまりですね G ラボウクレレでセミオーダーをしてくださった方のご希望があれば、ガズがその お客様が、オーダーしてくださったウクレレがみんなの手元に届く前に一目散に私がチェックしてレビューをこう、公開する、その動画をですねアップロードすると。で今回、動画アップロードしてほしいですというご依頼がありまして、その、セミオーダーしてくださったウクレレがここの手元に届いております。今どこにいるかというと、G ラボの本拠地名古屋にいますということなんですけど、今日はね、はい、G ラボといえばおなじみヨッシーさんがちょっと今日来てくださってる、まあ、僕がここに来てるんですけどね、ちょっとギャル登場していただいて、このセミオーダーウクレレ、あ、ご挨拶をお願いいたします。じゃあ皆様、G ラボのヨッシーです。よろしくお願いします。はい、これがその、ガズさんにレビューをしてほしいというふうを、はい、ご依頼があったセミオーダーウクレレなんですけど、はい、じゃあちょっと見て、まずどなたですか。はい、森川さん。森川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。できましたよ。じゃあ開けていきましょう。ドーン、ボーン。あら、かわいい。やっぱこのね、これはソプラノサイズですね。ソプラノですね。でこのねスプルーストップっていうこの白っぽい木がすごくやっぱ人気がある。セミオーダーではこれすごい人気ですか。一番人気、一番でもない、もうけど1、2を争う。セミオーダーっていろいろこのねトップの材質が選べるんですけど、またこのナチュラルっていうのがねいいですね。あのツヤのある塗装で、これソプラノウクレレのフレットガードが10、何これ、15フレットモデルの薄レレだね、はい、おーい、かわいいね、これいい木材、はい、これがボルナット、ボルナット、クルミの木、クルミの木、めちゃくちゃ見てくださいこの美しい木を、なんかチェックの柄みたいになってるもんね、すごい綺麗、はい、でネックはいつもの、はい、マオガニですね、はい、すごいよこの佇まい、すごい美しい、ピックアップ付きモデルでした。ピックアップを選んでいただいたと。さあちょっと弾いてみましょう。おー、いい音、うん、いいな、いいですね、ちっちゃいのによくなりますよ。よかったですねこれ、G オーダーでオーダーしてください。これすごいよ、このちっちゃいのによう響いてます。そうですよね、これはなかなか、このサイドのバッサイドとバックのこのモルナットの雰囲気すごいいいね。いいですね。お届けしますよこれ、はい、もう近日中にもする最終チェックしてね、こう調整をして、お送りしますんで、もう少々お待ちくださいということで、はい、今日は、森川様の、あのご依頼いただいた薄レレ、ソプラノの、スプルーストップ、ボルナットですね、ボルナットサイドバックのウクレレ、はい、G オーダーで、セミオーダーしてくださったウクレレのご紹介でした。素晴らしい、これいいウクレレ。まあこんな感じでね、こう G ラボではですね、セミオーダーウクレレ受け付けております。でもいつも受け付けてるわけじゃなくて、あの毎月月末に行われているその受付期間中にあの、お申し込み期間があるんですけど、まああのオーダーのなんかご相談もでしてくれるんですか。はい。なんかまあその時になったらまた私どんな風にオーダーしたらいいかわかんないっていうご相談があれば、事務局に相談していただけると、まあモジャだったりね、あのヨッシーさんとかがいろいろ相談乗ってくれるんで、はい、あのぜひ皆さんも G オーダーちょっとねチェックしてください。 G オーダーのことは概要欄に貼っておきます。でこのね、ガズが G オーダーのレビューをするよっていう再生リストもそこにあって、他のウクレレも紹介してますのでぜひ見てくださいということになっております。さあそういうわけでですね、今日はその G オーダーのご紹介でしたということで、まあ名古屋からね、G ラボといえばで、ね、名古屋本拠地でベトナムから来てここでも最終チェックいろいろ調整して全国の皆様にお届けということで、この本拠地から今日お届けしましたということで、はい、また引き続きガズレレと G ラボよろしくお願いします。バイバーイ。